スクリーン。本日ちょっと健康診断やってましてですね、会社で腹減ってたろ、もう現場終わってもう6時半過ぎとるだろ、腹減ったろ、はい、飯頼もうぜ、飯頼んだら俺が、あん出前ですか、俺が出前頼んだら、ウーバーイーツ、めっちゃ来ちゃったろか、別に俺と金じゃねえし、社長の金だし俺アカウント知ってるからそのままパッと入れる、社長の前社長いないっすよ、社長も来る、健康診断だもんね、まあ、メールちょっと注文しようか、なりゃいい、出るまそうじゃん、全然出前とか頼んだことないんだけどさ、もう全然ないですね、ないよね、いや高そうなもん行こうぜ、高そうなもん、とりあえずとりあえず高そうなもん行かん、寿司とかね、いや俺カニ本家で行くわカニ本家、ね、カニ本家なんてあるんですよ、ないな、カニ本家ないわカニ本家もうドッキリじゃないか、ね、金払ってたらドッキリじゃないもんな金払う前がドッキリだもんね、本来は出前と社長が来るまで、ま、なんか凝ってるし、なんかピザ来ました肉飯なんかちょっと私も把握してないんですけど今日の企画は会社のお金で、社長のお金でご飯頼んでみたっていう企画なんですよ、今日。いいですね。でね、健康診断でみんな来るって言ったもんで、こうやってパッと頼んで、まあ、動画出れん人もおるしね、まあそうだね、出れん人もおるからあんまりまた、まあ、このメンバーしか出れんかったもんね、今回まあちょっとじゃあね、社長言う前にちょっと乾杯しましょうよ。そうですね、ちょっと飲みたいじゃないですか、先にやっちゃう、もう健康診断終わったしね、もう我慢しなくていいですか、はい、社長に乾杯、乾杯、乾杯、うん、うまいわ、手合わせていただきます、いただきます、いただきます、社長お箸、どうする、あ、じゃあ社長呼ぼうか、じゃあもうそろそろね、呼びますか、だって社長に多分食べたいと思うんですよ、腹減ってると思うんですよ、そうですよね、はい、うん、まっ、やっぱ人の金でうまいあー、エビがうまいわ、よし、パーティーや、パーティー、これ銀の皿、銀の皿、俺金の皿しか行かんもんで、わからんわ、え、これ全部取れましたね、こう揃ったんで、まあもう今もね、僕らも飲めるし、社長に見ましょうか、社長で、おはようございます、ん、お疲れ様です、うん、あれ今何やってますか、下います、あ、まだいます、事務所に、今僕、あの上で打ち合わせしてるんですけど、今度の企画のやつですね、あれで、まあ、ちょっと上上がってこないかな、一緒に打ち合わせしようかなと思ってですね、いやいや、俺やったらね、いや、日程のやつも結構な、何件かあるんで、どうですか、じゃあ、お前、電話してきて、はい、何お前電話してきて、いや、電話の方がいいかな、社長いつもなんか、お前絶対に来てるだろ、いや社長いつもオンラインでって言うじゃないですか、もういいや、もう何、はい、来ねえんだってお前、いやちょっと上、上がってこれますか、いやですいや何、何考えとるの、いや何も考えてないです、本当に、あ、本当に打ち合わせします、来てください、本当に、いやいいって、もうはい、仕事、俺仕事あるから大丈夫、いや、もう YouTube も一応仕事っすよ、どうせこれカメラ回っとるだろ、回ってないです、回ってないです、まあいつら、あいつら帰らしましたよ、いや、ほんとに帰らします、はい、帰らしたんで、もう全然待ってくわ、じゃいいっすか、うん、お願いします、待ってます、あ、こうですね、どうします、こんなやつ、はい、待っとるね、はい、待っとるね、待っとるね、あれ、はい、あ、社長、食べます、待って、社長に渡して、何カメラ回ってる、何、どういう企画、はい、で、一角、はい、社長、難しい、こちらです、これです、どういうこと、俺が払ったの、はい、しょうもない、売ったのお前、はい、お前ドッキリでもなんでもねえじゃん、別にお前な、ただ食べたかっただけだろ、あ、健康診断だから出た、健康、そうだ、今日健康診断なんですよ、あとだから、まあちょっといいよね、みたいな
むちゃ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 何これ、ドッキリでも何でもない、ただお前らドッキリってやったら食わせれると思っとるだけでしょ、別にこれ。何のドッキリもなっとらへんやねんか、ほら。おい社長、とりあえず飲みます。マジやばなんだこれ、はい、お前しかもクレジットカード使ったな、俺の。はい。チャイじゃないって。0円になってるってどこなの。俺のクレジットカード使っとるやんけ。いつや会社の会社あるじゃないですかって。じゃ会社のカード使うなって言うな。おい。いいじゃん、なんかもうご飯に夢中になって動画のカメラ向いてねえよ。カメラ向いてないじゃん。この女。おい。って言ったじゃねえか。何この企画。お前がまた許可出したの？いや、僕出してないです。狙い出したあいつか。はい。お前と思ってうな、まあ、どんな感じ？切れた？もうちょっと切れた方がいい？取れたかない？いや、でみっちゃんどう？あんまり取れたかねえな。食べてんじゃねえぞ。食べましょうか。食べましょう。もうお金は気にせず。お金は気にせず。人でやるよ、お前。まじでしょ。あ、これで動画一本撮るんでしょ、別で。はい。トークで。トークですか。いや、もう僕ら食ったら帰りますね。予定があるんで。時間も時間だ。時間も時間。一ついいけど、毎月給料振り込んどんの別に俺じゃないな。はい。あのジムだけど。別に俺の一言でどうにもなるだろ、お前。天引きじゃない。あんまり俺にやんてるとかいいんだよ。社長、必殺天引き。社長、どうします？動画にしようか、一本撮ろうか。どうせドッキリだろ。これ伸びるの？これボスなんじゃないの？ドッキリってか、勝手に金使って飯食っただけ。しかも、お前は言ってるよ、お前。じゃあ、チャンネル登録といいね。お願いします。よろしくお願いします。またねー。あの、インスタもやってますって、インスタのフォローもお願いします。TikTok もです。なんか面白い企画でちょっと喋るんで、リリーちゃん流してみたっていうところまで、あの、Uber Eats 食べながらリリーちゃん流してみた。イエーイ。